海洋堂河童館というのは館長の宮脇がこの馬之助神社というところにご縁がありましてよく来ていたんですね。内川小学校、こちらに廃校がありまして、町の方からそれらを生かして町おこしはできないかということで作ったのがホビー館になります。山奥にポツンと一軒だけあるのが申し訳ないということで、この四万十川河童造形大賞の作品を展示する場所はないかということで作られたのがこの河童館となっております。こちらが第4回優秀作品賞を取られた四万十川に捧げる愛という作品になります。館長が88の米寿の時にさらに大きな鉄のカッパを作ってくださって、それをこの坂の上にカッパ神社っていう風にして置かせていただいております。